はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は2 0 2 2ム2の全チーム85以上の選手徹底解説ということでやっております。え本日はね、大宮アルディージャ編なので、えー、大宮アルディージャの85以上の選手、4選手を評価していきたいと思いますので、今日もね、よろしくお願いします。ということでね、はい、4選手紹介していくんですけれども、まあ、メン、メンバーとしては、まあそうですね、結構、まあ、大宮も2、2ぐらいですかね。 まあ、これまで結構小え田選手2人。で、新規で越え選手2人って感じですかね。おそらくですね。はい。まあ、西村選手、川田選手あたりは、まあ、昨年、ね、川田選手も小え田かな。まあ、でも川田選手とかは、まあ、85ぐらいの実力、まあ、あるなと思ってミスせ。まあ、小野選手とかもそうですけどね、まあ、上がってもおかしくないなと思ってたんですけど、まあ、まさか90まで上がるとはね、正直思わなかったですけどね。まあ、グロの動画とかでちょっと取り上げさせていただいたんですけれども、 まあ、ちょっとはね、当たってるみたいで、まあ嬉しいですね。<laughs> まあ僕の目も腐ったもんじゃないというところで、はい、早速やっていきたいと思います。まあポジション的にはディフェンダー1人、ミッドフィルダー2人、フォワード1人ということで、まあ結構バランス的にもね、まあいい選出じゃないかなと思うので、まあ結構そのポジションポジションでね、どうなのかというのはね、結構注目すべきバランスのいいチームかなと思います。 はい。ということで、じゃあ早速やっていきたいんですけれどもえ、こちらの動画ね、ちなみに選手評価動画になりますので、まあ、評価の基準を設けておりますので、そちらをね、先に説明して、えー、評価に入っていきたいと思います。で、評価基準についてはこちらです。はい。この動画の評価についてなんですけれども、スキル、能力、値総合の3項目で、1から5の9段階、点号を含むで評価させていただきます。 はい。ということで、わかりやすくね、3項目で、まず数値付けをしまして、まあ、そこからちょっとね、突っ込んだ話、まあ、詳しい話というのをさせていただければなと思います。で、また今回ね、あの、レギュラーの、えー、評価動画なので、まあ、4選手ね、評価終わった後に、まあ、お気に入り券で狙うべきチームかどうかとかね、そういった話も一緒にさせていただければと思いますので、まあ、よかったらね、最後までお付き合いいただきますよう。ぜひよろしくお願いします。では、早速やっていきたいんですけれども、 じゃあ、まず一人目の選手はこの選手です。はい、西村圭介選手です。えー、スキル4、能力値を総合4で評価させていただきました。まあ、ここね、ちょっとスキルから見ていくんですが、えー、スキルが、まあ、パーフェクトスティール、ヘディングクリア、タックルということで、ちょっとスティールに寄りすぎな感じがするかな。 まあ前の動画ね、畑尾選手がピンタクヘディングクリア、パスカップだったんですよ。まだそっちの方が正直ね、バランスはいいのかなと思います。ちょっとスティールに寄りすぎてて、まあ正直タックルがちょっと不安要素っていうのは、なかなかセンターバックに関しては、ちょっと厳しい。厳しい要素かな。せめて B タックルやっぱ欲しいかなってとこなんで、うん、まあ4止まりかな。うん。まあスキルの、はい。 あの付き方としては悪くないんですけどそのね付き方というよりも、うん、その組み合わせとしてはそんな悪くないんですけどむしろいいんですけど、うん、その順番がねちょっと悪いとちょっと不安要素が逆にねちょっと目立ちすぎるのかなと思うのでちょっと評価は4にさせていただきましたで能力値に関してはここディフェンス値ね高いのでまあ高いプラスボーナスディフェンダーなので5、えー、総合4ということでつけさせていただきました、まあ、ただですよ ただ実際まあ最悪使用してみないとわかんないんで、で、しかもボナセンディフェンス持っててディフェッチも結構高いというところも踏まえますと、残りセンスとかで結構ディフェッチ補強できたら、もしかしたら思ったより安定するパターンも全然あると思うんですよ。なのでまあそういったところも含めてまあ可能性としては全然あるカードだと思います。はい。ただまあちょっと偏ってる分どうなるかなという、とスキルの部分がちょっと気になるんで、まあそこが思ったより悪目立ちしないんだったら、 スタメンとかも。まあ、ないとは言えないですね。はい。まあ、これは本当に試してみないとなんともって感じなので、まあ、ほんとそこ次第になってくると思うんで、もしね、気になる人は、ちょっと使用感見てみてほしいなと思います。ここはちょっと個人的にも、まあ、気になるっちゃ気になりますね。意外とこういう組み合わせね、多分ね、まあ、今後増えるんかどうかわかんないですけど、あんま限定とかでなさそうな気もするんですよね。 どっちかというと、ピンタク系が A に来て、ヘディングが B に来て C にもう一個パスカットとかだったら結構あると思うんですよね。今後増えてくると思うんですよ。それは増えそうなんですけど、これどうなんかなっていうね。<laughs> でもこれが強いんだったら、結構面白いと思います、個人的には。うん。悪目だ、悪く見えるんだけど、悪く見えるというか、ちょっとやっぱそのね、前者に比べたらちょっと音って見えるけど、うん、意外とこっちもいけるよみたいな感じだったら結構可能性も広がると思うんで、 個人的にはそういう意味では注目したいカードかなと思います。はい。まあ、気になりますね、ここね。はい。では2人目なんですけれども、えー、矢島晋也選手ですね。はい。矢島選手なんですけれども、はい、ここは、えー、スキルが4。能力値4.5、総合4で付けさせていただいてます。はい。矢島選手ね、うん、結構いいですけどね、ウィング、右ウィングできるんで、まあ、ウィング、 器用がまあ一番いいのかなと思うんですけど、まあ、カットインとアーチなんで、まあ、スキル構成としてはまあいいと思います。はい。連動もちゃんと考えられますし、うん。まあ悪くないんですけど、ただまあスキルの強さ的に、まあ4止まりかな。4.5よりの4と思ってもらって全然いいと思うんですが、まあ4かな。うん。な、まあ、正直今もね、レギュラーがコントロールカウとかそういう系も結構持ってきてる状態なので、まあそこと比べるとちょっとシュートスキルがちょっと弱い。 弱いっていうか、うんー、まあ、連動はいいんだけどね、やっぱシュートスキルの強さとしてはちょっとやっぱ劣ってるんですよね。そこを4.5つけるならば、まあ、4かなっていう感じですかね。はい。で、能力値は4.5。まあ、オフェッチは1000超えてない、まあ、1000付近なものの、ボナセンオフェンス来てるんで、まあ、4.5は上げれるかなと思います。で、総合は4ということでつけさせていただきました。 ただまあここね、本当正直な話、まあ、ただちょっと一つ気になるところがありまして、まあ、ここも交代要因で使う人結構考えてる人いると思うんですが、まぁ、あ、433B で使う場合だとトップ下適性があるんで、まあ、そこに入らないように、まあ、気をつけてほしいのと、あとグレードが低い分やっぱりちょっと総合力が劣っちゃうのでおそらく他のカードよりもね、うん、グレード高い選手と比べるとですよ。なので、まぁ交代の優劣がちょっと決めにくい場合もあるので、まあ、その、まあ、自分の使ってる選手との兼ね合いですけどそこは、 まあそこだけちょっとね、気をつけてほしいなと思います。まあ、先発で使うんだったら何も問題はないと思うんですけど、交、ま、代、あ、要因として考えてるんだったらそこのちょっとデメリットというか、まあ、注意すべき点がね、ちょっとあるので、まあ、気をつけてほしいなと思います。はい。では3人目なんですけれども、はい。小野正人選手ですね。小野選手なんですけれども、スキル4.5、能力値3.5、総合4.5で,でつけさせていただきました。 まあ、ここはね、使うんだったら、まあ、サイドバック以外だったら、まあ、多分大丈夫だと思うんですけれども、まあ、結構スキルの組み合わせは僕がいいと思いますね。ピンタク、アーリー、パスカットなんで、まあ、クロス系も結構早めから上げれるアーリークロス持ってて、で、ピンタク、パスカットで守備もできるっていうところを踏まえると、まあ、万能型かなと。サイドハーフの万能型、まあ、もしくはウィングの万能型、まあ、クロス系の万能型ですね。になってくる方と思いますので、はい、ここは評価高いですね。スキルは4.5出せます。 能力値がね、まあ、3.5止まりっていうところを、まあ、ま、読んでもいいんですけどね、こスタミナし大事なんでね。うん、まあ、読んでもいいと思います、ここは。はい。まあ、4よりの3.5と思ってください。で、えー、総合4.5なんですけれども、まあ、ちょっと一つ気になるところありまして、その、パスカットとかの部分なんですけど、まあ、結構この話するんですけど、スティール系が来るときに。ま、ある程度やっぱッチがないと、もったいり使い物にならない場合があるというところで、うん。まあ、そういうところですよね。<laughs> まあ能力値をね、正直もうちょっとディフェッチ。まあ多分オフェッチはね、まあ、まあいいような気がしますね、正直。アリーなんでね、上がればいいんでね。上がればいいと思えば、まあディフェッチの方がちょっと優先して補強すべきなのじゃないかなと思いますね。まあタックルもあるしね。というところを踏まえると、まあ4.5つけてるんですけど、これはスキルで結構4.5まで持っていってはいるものの、まあそういう能力値でのちょっと不安要素もあるので、 まあそこを改善すれば問題なしの4.5だと思うんですけど、そこがちょっとね、ディフェッチ漏れないってなると、正直4ぐらいかなと思います。だからまあそこは変わりますね。センスで変わってくると思うんで、もし使うんだったら、なるべく、そうやって万能、万能型っていうかまあね、より不安要素を解消できるようなセンス構成が組めれば、まあ最高かなと思うんで、はい。まあ小野選手でも結構ライト剣とかで出てるんで、もしかしたらね、持ってる人いるんじゃないかなと思うんですよね、結構。 貯めてる人とかもいるんじゃないかなと思うので、まあ、そういう人からしたらラッキーじゃないかなと思いますね、この出世はね。はい。まあ、やこうやって、まあ、ライト剣レベルの選手とかでも、やっぱり一発あれば、特に J2 はガンって上がるので、まあ、個人的にはやっぱり、後半シリーズのまあフォーカス系とか、まあ、フォーカスはなくなりますけど、シーズン終わっちゃうんでね、まあ、黄色限定とかのまあライト剣で、なおかつ活躍してる選手だったら、そういう出世コースもね、全然、急に上がることだってあるので、 まあもし目つけてる選手がライト剣とかに出たら、個人的には取っておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ特攻になり得るし、まあ次また次回特攻かもしれないし、まあもしかしたらね、出世してるかもしれないしとかいろいろ可能性があるので、まあそこはね、幅広く、まあ最初のうちはそんな考えなくてもいいと思うんですけど、ある程度戦力が揃ってきて、もうマンネリ化してきたんだったら、そういうところも考えていっていいんじゃないかなと思います。まああとはランインベ走る人とかね、は、まあ、そういうところは考えた方がいいかなと思います。はい。 じゃあ最後4人目です。えー、河田篤選手です。川田選手なんですけれども、スキル構成3.5、能力値5、総合3.5で付けさせていただきました。ここスキルはね、まあ、シャプシと音速なんでね、まあいい組み合わせというか、うーん、まあね、2スキルだとちょっと物足りないですかね。ここに1スキルあとなんか絡んでくればね、物によっては全然評価変わってくるんですけど、まぁ、あ、2スキルだと3.5が限界かな。 評価としてはね。だと思います。で、能力値は、オフェチプラス、まあ、ボナスオフェンスなんで、ここは5を出せると思いますで。そこはちょっとスキルに引っ張られる形で3.5止まりということになりまして。まあ、やっぱりシャプシュもね、そんなに、まあ、これが、例えば異次元とかだったら、もうちょっと評価変わってくるんですけど、もう唯一、ここの、まあ、音速絡みで4出せるんだったら、異次元系ぐらいかな。今のところ、まあ、ドロップでもワンチャンあるぐらいですかね。うん。そこだと、まあ、それに免じて4は乗るかもしれないですけど、 まあ他は3.5止まりかな。うん。ものによっては3になる可能性もあるんですけどね。はい。まあ当然ね、シュートスキルで幅は効くんで、フォワード CF なんでね。はい。まあ大事なとこなんで。まあシャプシュもね、まあ、あんまりいい印象ないですね、正直。今のスキル、まあね、新スキル結構、そのシュートもね、増えてきてて、やっぱ昔ながらのスキルっていうのはちょっとね、評価がどんどん落ちていっちゃうというか、まあそのね、新しいスキル、まあドロップ系とかに比べるとちょっとやっぱ弱めなので、 まあ、限界ですかね。まあ、3.5で妥当じゃないかなと思います。まあ、河田選手もただね、結構ゴールの嗅覚とか結構ある方だと僕も思ってて、で、まあ、安定して活躍もしてる方だと思うんで、まあ、限定とか来た時に、まあ、前半もストライカーとか来てましたけど、後半も全然可能性あると思うんですよ。まあ、なので、川田選手も逆にここも考え方変えて、まあ、限定が来たら面白いスキル構成来るんじゃないかとか、まあ、結構強いカード来るんじゃないかという期待はね、できると思うんで、 まあ、今シーズン、この後半シーズンは限定に期待する方がまあいいのかなと思います。で、まあ来シーズン頭になって、まあ、そのね、まあ、大宮にそのままいるのかもしかして移籍するのかもしれないですけど、まあ、どうかわかんないですけど、まあ、次はね、シーズン変わったらまたレギュラー期待できると思うんで、まあ、長い目で見てあげればなと思います。はい。ということで、4選手評価終わりまして、お気に入り券のね、評価に移っていきたいんですが、 うーんまあそうですね。この中で、まあ、評価が、まあ、いいとすると、まあ、そうですね。川田選手がちょっときついけど、まあ、あとの選手はスキル構成的には、まあ、それなりに、まあね、かまあ、仕事はできるんじゃないかなという印象はあるので、まあ、西村選手もね、ちょっと未知数ですけど、まあ、どうなのかなっていうのは、ちょ,ちょっと使ってみないとわかんないですけど、なんともですけど、この構成ね。うん で、まあ、矢島選手はね、まあ、ウィング、まあ、右ウィングは特にまあ、ね、結構このスキルだと、まあ、やれると思うんで、で、まあ、小野選手もね、サイドハーフは、み左ウィングだったらやれると思うんで、まあ、特にウィング、センターバックですかね、うん、ここのコマが広く欲しいんだったら、まあ、なしではないと思いますね。まあ、ただ他のチームと比べると、 そんなにめちゃくちゃ強みがあるっていうわけではないとは思います。はい。だからアドバンテージ持ってるんだったらキラとか、すでにいいセンスついてるカードがあるとか、まあそういうのがあるんだったらちょっと狙ってもいいんじゃないかなと思うんですが、そういうのがない場合は特別引いきして狙うべきチームかと言われたら、そうではないのかもしれないですね。はい。ということで、えー、ここまでね、評価させていただきまして、えー、これをもちましてですね、オーミア・アルディージャの、えー、4選手、 8時54選手の評価動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。このように失礼します。バイバイ。